ちょっとさあまあ仕方がないと言えば仕方がないねんけど、何屋のモーツァルトとして親しまれた作曲家でタレントの木田太郎さんが14日お亡くなりになりました。兵庫県、えー、宝塚市出身、えー、まあその時のご年齢が93歳と、葬儀告別式は近親者で行われた 所所属事務所が公式サイトで発表した手掛けられた曲では、えー、番組テーマソングでは「もう知らんやろプロポーズ大作戦」「ラブアタック」CM では「出前一丁」「賭けに道楽」ん「ん小山遊園地」などがある歌謡曲としては「60年ふるさとの話をしよう」 が、代表、アホのサカタやな。アホ、アホ、アホのサカタっていうやつやな、これ。テーマも作曲した。うん、これね。作った曲数については、様々な説があるが、それは裏が取れる話ではなく、自分で言いたい放題として、自称5000曲としていた。それ裏やったらあると思うけどな。メロディーだけならいくらでも作れるとも語っていた。 在阪のテレビ局ではテーマ曲に困った時の書き込みでら存在的な存在だった兵庫宝塚市で6人兄弟の末功子として誕生父親は県警捜査一課の刑事だった結核で若くして亡くなったあ長男のアコーディオンに幼い頃から親しんだことが音楽を始めたきっかけだった関西学院,大学院高等学部在学中に 同級生だった、俳優、藤岡拓也さんと、単語バンドを結成し、キャバレーを回って小遣いを稼いでいた。その後、大阪南波のキャバレーに、ピアニストで雇われ、同店の、えー、周年記念曲で、初めて作曲を担当した。えー、妻は、まあ、ここ用意読むことはありねえけどな、お、うん、しおり封筒も知られた、最高顧問としていた朝日、朝日放送、 定ナイトスクープには4月19日の放送回が最後の出演となった公式サイトの発表は以下の通りえ弊社所属の作曲家木田太郎先生が24年5月14日に、えー、亡くなりました生前の、えー、ご後輩に感謝し謹んでご報告申し上げますと、えー、葬儀告別につきましては個人の意思により近親者のみで執り行いました なお、勝手ながら、これも別に読まんでもいいやろ。うん。これね、えー。ということで、えー、木田太郎さんといえば、あのー、簡単なね、曲やったらすぐにメロディーを、あのー、出せる人やった。ちょっとわかりにくいとこあったけど、あのー、出前一丁やな。出前一丁とかっていう、このフレーズだけでも、あのー、もう、 ああ、キ田太郎さんね、みたいな感じやね。テレビ局のオープニングの音楽とかも結構たくさん作ってて。光年やな。光年は作曲家っていうよりか、まあタレントに近いとこあったのかなっていうとこやねんけど。なあ、キ田太郎さん。なあ、93歳。やったら、まあ、 そんなもんかなと思いつつも、僕らも近づいてきたからな、先が。もうね、最近、あの、えらい怒られることあんねんけど、もう僕らも、あれやで、明日生きてる保証がない年になってきたからな、そろそろ。明日行ってる保証がない。うーん。なんかな、木田太郎さんとかの場合やったら、どうなんやろう、えー、事務所が、 著作物とかは、事務所が管理すんのかな、うん、あのメロディーとかは著作物になるからな。どうやって管理するんのやろうとかっていうのはちょっと気にはなりつつ、僕もさえね、そろそろ身の回りきれいにしていかなあかんな思ってるとこやからな。身の回りを。うん、びっくりしたわ、今もニュースで。えー、うっせぇやんとかって思ったけど。うんまあ、年齢見たら、 まあうん、そんなもんかなって。やっぱりテレビとかに出なくなったりとか、やっぱ体力的なこともあんねんけど、僕ね、あの、えっと、浜村淳さんやったかな。浜村淳さんなんかが、月金のラジオをやめたやろ。あれもちょっと気にはなってんねん。それまでずっとそういう生活してた人が、突然ボコーンって穴が開いたりすると、 あの、急にね、老けたりする人いてるからな。だから、何らかの形で、えー、やっぱり、体動かすって言ったらよか、ちょっと言い方は語弊あるけど、なあ、露出かなんかはずっとあった方がいいんじゃないのかなって思ったりすんねんけどね。まあ、あの、木田太郎さんは僕ら小さい頃からずーっとテレビに出てる人やからな。腰の低い人やったし。うん